内部さこころです。今日はなんと新しいクラブが届きました。オノフさんに特注で作ってもらったアイアンです。じゃじゃん、ブルー。私はブルーにしました。グリップもエリートさんのブルーのグリップを入れてもらいました。これ7番アイアンなんですけど、いつもよりかなり長いです。そんなアイアンを今日はね、このままね、剥いちゃってね、シダにね、行きたいと思ってます。いやー、久々です。新しいクラブのこの感じ、オイルも剥く感じとか感じですよ。フィルムを剥きます。じゃーん、おっ、なんかしっかりしてる。お、結構しっかりしてるか。バランスも出てるんですかね。新品です。ピカピカ。でもね、ずいぶん長いかも、私のより。これで147番でね。140もしくは、まあ、140ですね。140近いですね。アイアンで140ヤード、7番アイアンです。かっこよくないですか。6番は特に長く感じるかもやばい、ユーティリティぐらい感じるかも。長さ大丈夫かな、ちょっと不安。じゃじゃん、できました。アイアンを並べてみたら、結構長さが違ったよ。同じ7番アイアンでこんだけ。こう打ってみましょう。7番やん。軽く感じるんですよ。
しっぱなしだと比べづらい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。